2022年2月、卒業旅行に行くことになった一は、記録を残すためにスレを立てました。ところが、旅先で恐ろしいものを目撃した一は、その後、とんでもない事態に巻き込まれるのでした。ある日の夜、Y 大学4年、明日から卒業旅行に行くで、というタイトルのスレが立てられると、イッチは初めてスレを立てたことを明かし、お手柔らかにな、と予防線を張りました。ところが、そう言われると、かえって手厳しい態度を取りたくなる教えたがりニキたちは、開始早々、素人がスレなんか立てるな、や、前置きはいいから結論から書け、などと心ない言葉を書き込んでいきます。さらには、旅行に行くは頭痛が痛いと同じだろう、と指摘する。二重表現絶対許さないマンも出てくる始末。その一方で、どこに行くんだ、と、イッチの卒業旅行に興味を持つスレミンもいて、国内なのか海外なのか、といった質問や、場所によってはおすすめスポットを教えてあげる、などといった声もあるようです。そんな中、一人のスレミンが、大学の卒業旅行で一人旅なんて悲しいスレ立てるなよ、と書き込みました。それを受けて、他のスレミンたちも、大学4年間何してたんや、や、ぼっちでくさ、などと煽り始めたのですが、それは単なるスレミンたちの早とちりだったようで、イッチは別に一人旅とは言っていないぞ、と否定します。それに続けて、イッチは卒業旅行は入学した時からずっと仲が良かった、たくまとよっちゃんの3人で都内から軽井沢に行く、と明かしました。それを受けて、スレないからは、早とちりスレミンたちに対して、本当は仲間だと思ったけど、素直に認められなかった結果がこれ、といった辛辣なコメントが書き込まれ、みんながみんな、お前みたいに陰キャだと思うなよ、などと、そういうお前はどうなんだ的な声も上がります。こうして、開始早々、騒がしいスレでしたが、ここでイッチに対して、どうしてお前はスレを立てたんだ、といった質問が書き込まれました。それに対し、イッチは、記録に残したかったんだ、と答えます。どうやら、タクマは動画編集が趣味で、よっちゃんは写真部だったため、二人はそれぞれ動画と写真で、卒業旅行の思い出を記録するのだとか、そこで、イッチも何かしたいと思い、ネットが趣味だったため、このスレを立てたそうです。それを聞いて、スレミンたちは、だからってどうしてやることがスレ立てなんだよ。いや、こんなところに残して何の意味があるんだ、などと突っ込みました。その一方で、お前の卒業旅行をデジタルトゥーとして刻もうぜ。いや、他人の卒業旅行をリアルタイムで追うのもなかなか楽しそう、などと言って、乗り気な様子を見せるスレミンたちもいる模様。こうして盛り上がり始めたスレミンたちの様子を見て、イッチも、ワイと一緒に旅行してる気分で楽しんでくれ、と言い、早速、明日は6時起床で、7時によっちゃんの家で集合なんだ、と、明日の予定を書き込んでいきました。それを受けて、スレナイは、今6時にアラームセットをした。いや、ワイは寝過ごす自信があるから、オールで待機する、などと、もはやスレミンたちも行くのではないかと思うほどの熱気に包まれていくのでした。それからここで、あるスレミンが、軽井沢までどうやって行くんだ、と質問しました。それに対し、イッチは、
途中で一泊しないといけないからよっちゃんの車で行くと答えましたが、スレミンたちは都内からだったらそんなに時間かからないだろう、いや徒歩じゃあるまいし、などと指摘します。とはいえ当然徒歩で行くわけではなく、よっちゃんの実家が山梨にあるためそこで一泊する予定なのだとか。またよっちゃんはなかなか実家に帰っていなかったらしく、いっちは友達の実家に遊びに行くって楽しそうと言います。それに対しすれないからは、気まずいだろう、いやなんで友達の帰省に付き合わなきゃいけないんだといった否定的な意見が上がる一方で、宿泊費が浮くと思えばお安い御用だろうといった肯定的な声もある様子。それからここで、すれないから、山梨のどの辺なんや、といった質問が書き込まれました。どうやら、このスレミンは山梨県に住んでいるらしく、場所によっては地元の可能性があるのだとか。それに対し、イッチは、よっちゃんの実家は、キツネ村というところにあるらしい、と答えました。どうやら、この村は、かなり田舎にあるらしく、インターネットで検索しても出てこないそうです。とはいえ、そんな村を知っているスレミンはいないようで、聞いたことないぞといった戸惑いの声や、もしかして釣りといった疑いの声まで上がり始めます。しかし、イッチはそれを否定し、一応地図ももらってるんやで、と言って、一枚の画像をスレにアップしました。そして、その画像は、キツネ村の地図だったのですが、スレミンたちは、どこの地図なんだ、いや、実在する村なのか、などと言い、あまりピンときていない様子。さらには、画像検索しても全然出てこないぞ、といった声も上がります。ただ、イッチもスレミンたちと同じように調べていたらしいのですが、やはりなかなか情報を見つけられなかったそうです。そこでよっちゃんにも聞いてみたようですが、小さい村だからね、と言われてしまい、それ以上追求するのも変だと思い、それきりなのだとか。そんな話を聞いて、スレミンたちは、なんだその村は、と驚き、実在しない村を伝えられるのも気持ち悪いし、そんな村が実在するのも恐怖と言って不気味がってしまいました。他にも、どうしてそんなところに行こうとするんだ、いやせっかくの卒業旅行が台無しになるぞと言って、イッチを引き止めようとするスレミンたちも出てきます。そんなスレミンたちに対し、イッチは、よっちゃんがワイラを家族に紹介したいんだってさ、と事情を語り始めました。どうやらイッチによると、よっちゃんの両親は田舎を出ることに対してよく思っていなかったらしく、よっちゃんは反対を押し切って上京したそうです。そのため、よっちゃんと両親はいい関係ではなく、学費は出してくれていたものの、仕送りはなかったのだとか。そんな経済状況だったため、よっちゃんはアルバイトをしながら苦労して単位を取っていたと言います。ただ、よっちゃんは、イッチとタクマというかけがえのない友人に出会えたため、後悔はしていないらしく、せめて最後に両親にイッチたちを紹介したいと、話していたそうです。それを聞いて、スレミンたちは、友情って温かいな、と感動したり、言ってやれ、と納得した様子。その一方で、同じく大学生なのに、イッチが羨ましくて泣き出すスレミンも出てきて、俺もこんなキャンパスライフを送るはずだったのに、いや、ワイにも友達くれメンス、などと、
大学デビューを逃したスレミンたちもいる模様。こうしてスレナイが感動ムードに包まれたところで、イッチは明日も朝が早いからそろそろ寝ると言い、この日はここでスレを去っていくのでした。ところが翌朝6時になってもイッチがスレに現れません。これにはスレミンたちも、支度してるだけだろ、いやスレに書き込んでる暇がないだけだと言いますが、あるスレミンがわざわざ起床時間まで伝えたのにかと、イッチ寝坊説も浮上し始めました。こうしてスレミンたちは、誰かモーニングコールしてあげて、いや友達に置いていかれるぞと言って、イッチを心配し始めます。それから数十分後、イッチがスレに現れました。どうやらスレミンたちの予想通り寝坊してしまったらしく、慌てた様子で今から準備すると書き込みます。これにはスレミンたちも、書き込んでる場合じゃないだろうと突っ込みつつ、イッチの準備を見守るのでした。それから1時間後、イッチがスレに戻ってきて、心配かけて悪かったなと書き込み、ちゃんと合流できたぞと報告して、2枚の画像を貼り付けます。1枚目はサービスエリアの写真で、2枚目は自然の豊かさを感じられる風景の写真で、スレミンたちは間に合ったみたいでよかったと安堵し、やっぱり田舎なんだな、いやいい景色だな、などと書き込んでいきました。その後、イッチはサービスエリアでカレーパンを食べたことを明かしたのですが、美味しさのあまり3つも食べたのだとか。これにはスレナイからも、食いすぎだろ、いや友達を差し置いて大食いするな、などといったツッコミが入ります。その一方で、サービスエリアに来たらこれくらいは食うだろう、いや100キロ Y はサービスエリアで牛串5本食うぞ、などといった共感の声もある模様。こうしてイッチは報告を済ませると、そろそろ出発すると言い、しばらくしたらまた戻ってくると約束して、スレを去っていくのでした。それから数時間後、イッチがスレに戻ってきて、めっちゃ山奥に来たと報告しました。ところが道が舗装されていないのか、ガタガタで気持ち悪くなってきたとのこと。それを聞いてスレミンたちは一斉に、それはカレーパンを食いすぎたからだろ、いや道のせいにするな、などと突っ込みました。その後、スレナイから、じゃあもう高速は降りたのかといった声が上がると、イッチはどうやらキツネ村に行くためには山の道なき道を通らないといけないらしいと説明します。それを受けてスレミンたちは、無理して書き込むなよ、いやよっちゃんに運転は任せて寝とけ、などと言い、イッチの体調を心配している様子。それを受けてイッチは、気分が良くなったらまた書き込むと言い、スレを後にするのでした。それから30分後、イッチはなんとか到着したと言ってスレに現れると、1枚の画像をアップしました。その画像には田舎の風景が映っていて、スレミンたちは口を揃えて、アニメに出てきそうな風景だな、いや田舎の景色ってノスタルジックだよな、などと書き込んでいきます。他にも、行ったことのない場所なのに懐かしい気持ちになるのはワイだけかと問いかけるスレミンもいて、アニメの見すぎだろ、いやワイらの心のふるさとやで、などといった
様々な見解もある様子。それからここで一人のスレミンによって山ばっかりだなといった指摘が書き込まれると、イッチは周りは全部山に囲まれていて陸の孤島って感じだと言いました。するとさっきまでのリアクションとは異なり、スレナイからはそれはそれで不気味や陰州村みたいだなといった戸惑いの声が上がります。それを受けて、じゃあこれから一人ずつ殺されていくんだなと乗っかるスレミンも出てきて、他のスレミンたちはシャレコアはやめろや怖いスレだなんて聞いてないぞなどとビビり始めた様子。その一方で当事者であるイッチはあまり気にしていないのか、こんなところでそんなことが起こるわけないだろうと反論します。それに対しスレミンたちはわからんぞと言い張り、いろんなスレを見てきたワイからしてみれば怪しいという、自称経験豊富2期もいる模様。それを受けてイッチは、楽しい卒業旅行だって言うのに不吉なこと言うなよと言うと、せっかく気分も良くなったのに台無しだわと文句を書き込むのでした。ところがその直後、イッチは続けて、やっぱりここ変な村かもと書き込んだのです。これにはスレミンたちも展開早すぎだろういやこれを待ってたなどと妙に嬉しそうな様子で何があったのか尋ねました。ところがそれっきりイチカの書き込みが途絶えてしまったのです。これにはスレミンたちもついにリアタイかや体調を崩して救急車で運ばれたのではないかなどと心配し始め、スレナイは不安に包まれていくのでした。それからしばらくしてイッチがスレに戻ってきて、今ヨッちゃんの家にいると報告したのですが、大変なことになったと明かしたのです。これにはスレミンたちも、時間かかりすぎだろいや大変なことってなんだよと書き込み、詳しい説明を求めました。どうやらイッチによると、キツネ村に到着してヨッちゃんの家にお邪魔させてもらい、そこでヨッちゃんの母親に挨拶を済ませたそうです。その際イッチが話していた通り、ヨッちゃんはご両親との仲が良くないと聞いていたため、歓迎してくれないだろうと腹をくくっていたと言います。ところがいざ対面してみると、むしろ大歓迎だったらしく、この村は若い人が少ないからと喜んでくれたのだとか。それを聞いてスレミンたちは、何も大変じゃないやんかや素直に喜べよなどと突っ込んでいきます。それに対しイッチは、ここまでは良かったんだと言いました。というのもヨッちゃんが地元を案内したいと言い出したらしく、その後3人で散歩に出かけたそうです。その時イッチは書き込みをしようとしてスマホを見ながら歩いていたらしく、地元の人にぶつかってしまったのだとか。それに対しスレミンたちは、ながらスマホはやめろと叱り、絡まれてもお前のせいだぞや自業自得でくさと言います。そしてイッチがぶつかったのはおっさんだったらしいのですが、おっさんはキツネのお面をかぶっていたそうです。それを聞いてスレミンたちは、お祭り気分かないやガキみたいなおっさんだななどと言って草を生やしました。それに対しイッチは、
お前らは文字で見ているから冗談みたいに思うかもしれないけど、狐のお面というのは神楽で使うようなお面だぞと強調し、めちゃくちゃ不気味だったと明かします。そんな話を聞いてスレミンたちは、普通にヤバいおっさんだな、いや確かにそれは不気味かもなどと言い、イッチの主張に同意している様子。そしておじさんにぶつかってから、イッチはあるスレミンが書き込んだ飲酒村みたいだなという言葉を思い出し、怖くなって硬直してしまったそうです。しかもその後に何やら声が聞こえてきたらしく、何かをボソボソと言っていたのだとか。そこでイッチは意識を集中させようとした瞬間、よっちゃんがイッチの腕を引いたため、そこで我に返ったと語ります。それを聞いて、気持ち悪いおっさんだなと不気味がるスレミンや、よっちゃんがいなかったらどうなってたんだと言って恐怖するスレミンも出てきました。こうしてイッチたちはよっちゃんの実家に戻ってきたそうです。そしてイッチと同様、おっさんにビビっていたタクマが、先ほどのお面のおっさんは何だったのか尋ねたのだとか。それに対しよっちゃんは、あれには関わらない方がいいと言い、あれはお狐様だと話したそうです。するとスレミンたちは、なんだそれと言葉を失い、想像していたよりガチだなと驚愕します。それからよっちゃんは、この村には昔からお狐様が住んでいるという言い伝えがあると語り始めたそうです。またお狐様自体には実体はないものの、この時期になると毎年人に取り付くらしく、取り憑かれた人はその体で過ごすことになるのだとか。そんな村の言い伝えを聞いて、スレナイからは、取り憑くってなんだよ、いや恐ろしい村だな、などといった声が上がりました。その一方で、儀式的にやってるだけだ、いや形だけだから気にするな、などと楽観視するスレミンたちもいる模様。そしてイッチも途中まで話を聞いて、形式的な儀式なのかなと思っていたらしいのですが、よっちゃんにその人と目を合わせたり口を聞いたりすると、お狐様に取り憑かれてしまうから気をつけろと真面目なトーンで警告されたため、冗談じゃないことが分かったそうです。それを聞いてスレミンたちは、村の人は怖くないのかと疑問を抱いたり、ワイなら怖すぎて出ていくけどなと恐怖したりします。それからイッチは、この話はまだ続くと言い、この村に住む人はいつ取り憑かれても大丈夫なように、狐のお面を常備しているらしいと明かしたのです。こうしてイッチは、ようやくこの村が変な村だと気がついたと語ります。そしてイッチとタクマは青ざめ、一刻も早くこの村から出たいと思ったのだとか。ところがちょうどここでよっちゃんの母親が部屋に来て、明日村のお祭りがあるからそれに参加していけと話したそうです。それに対しスレミンたちは、そんなお祭り参加しない方がいいだろ、いや適当に理由をつけて断れなどと危険視している様子ですが、残念ながらよっちゃん母のご利用しで断ることができなかったそうです。さらによっちゃんまでも、母ちゃんだけじゃなくて村の人にも紹介したいと言い出したため、結局お祭りに参加することになったのだとか。そんな展開にスレナイからは、今すぐ逃げ出した方がいいだろう、いや
何かあってからじゃ遅いぞ、などと、イッチを心配する声が上がりましたが、イッチは、明日お祭りが終わったら、軽井沢に出発することになったから大丈夫だ、と書き込みました。しかし、スレミンたちはそれを聞いても、お祭りなんてどうでもいいだろう、いや、早く逃げた方がいい、などと言って、イッチを引き止めます。ところが、イッチは、よっちゃんの話だと、村人以外は取り憑かれることは基本的にないらしい、と説明し、村の人だったとしても、話さなければ大丈夫だから安心しろ、と反論しました。それを聞いて、スレミンたちは、じゃあ安心だな、や、それなら平気じゃん、などと安堵した模様。しかし一方で、村の人じゃないからって配慮する例なんて聞いたことないけどな、と疑問を感じるスレミンたちもいるようで、どうなっても知らんぞ、と突き放されてしまいます。そんなスレミンたちに、イッチは、応援してくれない奴らには何を言っても意味がないから勝手にしてくれ、と言うと、たった今、よっちゃんの母から朗報が入った、と話題を切り替えました。どうやら村の人が村で一番の旅館を用意してくれたらしく、貧乏旅行になると思っていたイッチは、旅費も浮くし助かる、と言い、先ほどまでの恐怖はどこかに行ってしまったようです。それを聞いて、一部のスレミンたちは、ワイラの警告はもう聞こえないのか、や、イッチがここまでバカだったとは、などと、呆れてスレを去ってしまいましたが、残りのスレミンたちは、どんな旅館なのか実況しろ、や、ワイも卒業旅行気分になってきた、などと盛り上がっていきます。しかし、ここで、イッチは、ただ一つだけ問題がある、と書き込みました。というのも、イッチと違って、タクマはかなりビビっているらしく、みんなに黙って、ここから早く出よう、と言って、逃げようとしているのだとか、そのため、イッチは、どうしたら説得できると思う、と、スレミンたちに問いかけました。それを聞いて、スレナイからは、ビビるのも当然だろう、と、タクマに同情する声も上がりましたが、他のスレミンたちからは、奇妙な村の祭りを動画にまとめて、YouTube にアップすればバズるかもしれない、や、何も起こらなくても思い出には残る、などといったアドバイスが書き込まれていきます。こうして、イッチは、その切り口で説得してみる、と言い、急いでスレを去っていくのでした。それから1時間後、イッチがスレに戻ってきて、説得に成功した、と報告しました。どうやら、イッチはタクマに、話さなければいいだけだし、ただでいい旅館に泊まれるんなら、ちょっとぐらい我慢しようぜ、と話していたらしいのですが、それでは効果がなかったそうです。そこで、スレミンたちのアドバイス通り、動画の話をしたところ、考え直してくれたのだとか、そんな報告を聞いて、スレミンたちは、今後も3人で卒業旅行できるんだな、や、友達は全員揃ってないと意味ないしな、などと、安心した様子を見せます。こうして、イッチは報告を終えると、これから旅館に移動して、村を散策してくる、と言い、完全には恐怖を拭えていないのか、少し怖いが、昼間なら大丈夫だろう、と言い聞かせて、スレを離れるのでした。それから数十分後、イッチがスレに戻ってきて、三人で神社に来たぞ、と書き込み、一枚の画像をアップしました。
それはイッチが撮影した神社の写真で、明日のお祭りの準備が行われている様子が映されています。それを見たスレミンたちからは、夏祭りみたいだな、や、もしくは遅めの年末年始って感じ、などといったコメントが書き込まれました。他にも、年末年始はバイト三昧だったから、ワイも祭りに参加したい、と、羨む声もある様子。それから、イッチは、やっぱり祭りってええよな、と言い、さっきまでテンション下がってたタクマも、目をキラキラさせて喜んでいた、と伝えます。その後、スレミンたちは、屋台飯なら焼きトウモロコシが一番好き、や、キュウリを買ってるやつを見ると、スーパーで買えるやんって思う、などと、屋台飯に関する、それぞれの価値観を書き込んでいきました。他にも、屋台の裏を見たら、生肉が常温で置いてあって恐怖だった、や、衛生面が気になって食べられない、などといった意見もあり、スレナイは、イッチを差し置いて盛り上がっていきます。それから、ここで、イッチがスレに戻ってきて、祭りは明日なのに、焼きそばをもらって、と報告しました。どうやら出店の人が試作で焼きそばを作っていたらしく、味見してほしいと言われてもらったそうです。その後、それを食べてみると、屋台の焼きそばの味で美味しかったのだとか、すると、スレナイからは、焼きそばうまいよな、や、屋台の焼きそばと家で作る焼きそばって全然違うような、などと書き込まれていきます。そして、ここでイッチが、よっちゃんの父親が挨拶したいらしい、と書き込み、ちょっと話してくる、と言って、スレを後にしました。それから数十分後、イッチがスレに戻ってきて、この村の祭りについて説明してくれたぞ、と報告しました。どうやら、この祭りは、村を守ってくれるお狐様に感謝する日であるらしく、昔からこの村は、狐と共に生きてきた、と話していたそうです。さらに、ここでイッチは、よっちゃんの父親、よさぶろうが、この村の村長であったことを明かします。それを聞いて、スレミンたちは、よっちゃんの父親は村長だったのか、いや、なんでもっと早く言ってくれなかったんだ、などと言って驚きました。その一方で、狐と共に生きてきたってどういう意味なんだ、といった疑問や、狐に何の意味があるんだよ、といった、不信感があるスレミンたちもいる様子。それを受けて、イッチは、タクマも同じような質問をしていた、と明かし、タクマは村長に、どうしてそこまで狐を祀っているんですか、と尋ねたのだとか。すると村長は、この村の先祖は、昔からここに住んでいたわけではなく、もともともっと山奥に住んでいた、と話し始めたそうです。ただ、戦争がきっかけで、村人たちは食べるものや生活に困ってしまい、場所を移動することを決め、大移動を始めたのだとか。それを聞いて、スレミンたちは、こうやって村ってできていくんだな、や、そんな昔まで遡るのか、などと、書き込んでいきました。ただ、もともと閉鎖的な村に住んでいた人たちは、村を出てから路頭に迷ってしまったそうです。そして、村人たちがいたエリアは田舎だったこともあって、幸い攻撃を受けることはなかったものの、どこに逃げればいいのかわからなかったのだとか、こうして途方に暮れていた村人たちですが、そこで一匹の狐が現れたそうです。それを聞いて、スレナイからは、そういう伝説ありそう、や、その狐は、
村人には天使に見えただろうな、などといった声が上がりました。その後、その狐は、自分について来い、と言わんばかりに歩き出したらしく、これを見た村人たちは、これが最後の綱だ、と思って、狐について行ったそうです。こうしてたどり着いたのが、今の村だったのだとか。すると、すれないからは、その狐かっけえ、といった小学生並みの感想や、擬人化したら絶対美少女だよな、などといった、兄オタすぎる声が上がりました。その一方で、狐が可愛すぎてついていった説を唱えるスレミンや、実際モフモフで触りたくなるような、などと、動物好きなスレミンも出てきます。さらには、エキノコックスのせいで、キツネをモフモフできないことを割とガチでキレてる、と打ち明け、エキノコックスとかいう寄生虫を、この世に爆誕させたやつ誰だよ、と、キツネを触りたすぎるあまり、神様に喧嘩を売ってしまう、罰当たりなスレミンも出てきた模様。こうしてたどり着いた土地は、戦争中だというのに、全くと言っていいほど危害が及ばなかったそうです。ところが、その狐は姿を消してしまい、今となっては伝説として語り継がれているのだとか。その後、この村の人たちは、狐が守ってくれているんだと考え、その狐をお狐様と呼んで、日々感謝して暮らしていたと語ります。そんな伝説を聞いて、すれないからは、ワイの住んでる地域にも、そういう伝説があれば面白いのに、や、ちょっと憧れるような、などといった声が上がりました。他にも、こういう伝説なら怖くないから、いくらでも聞ける、といった、ホラーが苦手なお子様スレミンもいる様子。ところがここで、イッチは、残念なことに、そんな信仰も長くは続かなかった、と語ります。どうやらその後、村長が入れ替わったらしく、後任の村長は、人の方が上だ、と告げて、狐を雑に扱い始めたのだとか、その結果、狐に恨みを買ってしまい、その村長は、たたりで亡くなってしまったそうです。それに対し、すれないからは、ガチだったんや、といった驚きの声や、なんかわからないけど、狐の恨みって、簡単には許してもらえなそう、といった意見まで書き込まれていきます。その後、たたりで亡くなった村長の葬式を行ったのですが、なんとその最中に突然村長がむくりと起き上がったそうです。すると突然村人たちは震え上がり、何が起こっているのかとパニックになり、村長はこれ以上我々を雑に扱うのであればここから立ち去ってもらうと告げて、そのまま失踪したのだとか。それを聞いてスレミンたちは、死体がどうやって喋るの、と突っ込んだり、それは盛りすぎ、や、さっきまで良かったのにやりすぎたな、などと、まるで創作だと言わんばかりのコメントを書き込んでいきました。その一方で、キツネめっちゃ怖いやんけ、や、そんなことされたら、狐に恨まれないように頑張りそう、などと恐怖するスレミンたちもいる模様。こうした伝説があり、狐村では毎年お狐様の祭りを行っているそうです。そして祭りでは村人たちが集まり、その狐役に向けて参拝するのだとか。すると、すれないからは、めっちゃ大事な祭りなんだな、や、村人総出でお祭りするんやな、といった声が上がり、この祭りの重要さは理解した様子。ところがここでイッチは、おかしな点に気がついた、と書き込みました。
というのも、イッチが最初にヨッちゃんから話を聞いたとき、キツネが人間に取り付く恐ろしいもののように話していたのに、今の話ではキツネが神様みたいだと感じたそうです。それについて指摘すると、ヨッちゃんはちょっとビビらそうと思ってね、と言い、あれは演技してるだけだよ、と笑っていたらしく、イッチはヨッちゃんらしいといえばそれまでなんだけど、と言いました。それを受けて、スレナイからは、演技かよ、と言って安心する声も上がりますが、今年豊作になると決めるのも神様だし、災害を起こすのも神様だと言い、表裏一体の存在だ、と、持論を展開するスレミンも出てきます。ただ、イッチは、その話を聞いて、これまでのヨッちゃんの言動を理解できたそうです。というのも、キツネ役の人に話しかけることは、村の掟に反するらしく、村の外の人間が話しかけてしまうことがよくあるため、怖がらせておいたのだとか、それを聞いて、イッチは安心したそうですが、タクマは真っ青な顔で、本当なんだよな、嘘じゃないよな、と言っていたと語ります。それを聞いて、スレナイからは、昔の言い伝えとか童話って脚色することあるよな、といった見解が書き込まれ、そういう意味なら仕方ないのかも、などといったコメントが書き込まれていきました。その一方で、タクマガクブルで草や、そんなに怖いのかよ、と言って、草を生やすマウント2機も出てきます。ただ、中には、心優しいスレミンたちもいるようで、タクマかわいそう、や、タクマは耐えられるのか、などと、心配する声もある様子。それについて、イッチは、タクマはもともと怖がりなので、落ち着いたらフォローしてあげるつもりだと明かします。こうして、イッチは報告を終えると、夕飯まで時間はあるけど、長旅でクタクタだ、と書き込み、休憩がてら、昼寝しようと思う、と言って、スレを後にしました。ところが、その日の晩、イッチがスレに現れて、衝撃的なことが分かった、と書き込んだのです。すると、スレミンたちがすぐに駆けつけてきて、どうしたんだ、いや、キツネの話ならさっき解決しただろう、などと、リアクションを書き込んでいきました。どうやら現在、イッチはタクマと一緒に旅館にいるらしく、ヨッちゃんは久しぶりに地元に来たからと言って実家に帰ったそうです。そして先ほどの書き込みの後、タクマが怯えている様子を見て、イッチは心配して声をかけたと言います。するとタクマは本当に怖くないのか、と尋ねたのだとか、それを聞いてイッチはキツネ様のことだと思い、あれは演技だろ、と返事したところ、タクマはあれは演技なんかじゃない、と怒り始めたそうです。そんなタクマの様子にスレナイからは、タクマが思い込んでるだけじゃないのか、いや、なんでタクマが知ってるんだよ、といった疑いの声が上がったり、大丈夫かタクマ、といった心配の声が上がりました。また、イッチはこれまで感情的なタクマをあまり見たことがなく、タクマの様子にビビったそうです。それから、どういうことだ、と尋ねてみると、イッチがキツネのおっさんにぶつかったとき、お面の奥を見てしまった、と言ったのだとか、それを知って、スレナイは、タクマはキツネの霊に取り憑かれたってこと、いや、
演技だからそれは嘘だって話だろう、などと書き込まれていき、ざわつき始めます。その後、たくまはゆっくり語り始めたそうです。どうやら、狐のお面の奥にいたおっさんの顔には、ひっかき傷があったらしく、不審に思ったたくまは、すれ違った後に、後ろ姿を見てみたそうです。すると、顔から頭の後ろにかけてベルトがついていたらしく、おっさんが喋らなかったことや、ひっかき傷があったことから、もしかしたら、猿グツワをかまされていたんじゃないか、と考えていたのだと語ります。それに対し、スレミンたちは、無理やり狐役をやらされてるのか、や、いくら風習だからってやりすぎだろ、などといった驚きの声を上げました。こうして、タクマは、この村がやばいんじゃないか、と考えるようになり、イッチにも、一刻も早く出て行こう、と伝えていたそうです。それを聞いて、スレナイからは、どうしてもっと早く言わなかったんだ、といった指摘が入りましたが、他のスレミンたちは、怖すぎて言い出せなかったんやろ、や、言っちゃうと現実になる気がして言い出せないことはある、などと、タクマの心境を察します。それに続けて、イッチは、ガチで心配なのは、その話をしている間、タクマの焦点は全く合ってなかったんだ、と打ち明け、ずっと外を見ていた、と書き込みました。そんなタクマの様子に、スレミンたちは、外が気になっているのか、や、恐怖で怯えてるんだな、などと書き込み、心配し始めます。こうして、イッチは、タクマの話が本当なら、これ以上ここにいられないと思った、と明かすと、スレミンたちは、タクマがかわいそうだ、や、見間違いだったとしても、タクマのために帰らせてあげて、などと言って、早く帰るように促します。ただ、イッチたちは、ヨッちゃんの運転でここまで来たため、ヨッちゃんが戻ってこないと帰れないそうです。そのため、今はヨッちゃんを待っているのだとか、そんなのんきなイッチに対し、スレミンたちは、そんなこといいから、と書き込み、早くその村を出て行け、や、早く荷物まとめろ、などと、急かしていきます。ところが、それから1時間経っても、ヨッちゃんはなかなか帰ってきません。すると、スレナイからは、もう待たなくていいだろう、といった声や、タクマは大丈夫なのか、と、心配する声が上がります。ただ、イッチは、長旅の疲れもあって、眠たくなってきたらしく、このまま待ってても仕方ないから寝るわ、と書き込んで、そのままこの日はスレを後にしたのでした。そして翌日になり、イッチはスレに現れて、一晩経ってもヨッちゃんが帰ってこない、と報告しました。それを受けて、スレないからは、よっちゃんどうしたんだ、といった驚きの声や、キツネのおっさんにさらわれたか、といった不安の声も上がります。しかし、中には、村の娘とワンナイトしてるだけだ、と楽観視するスレミンもいる模様。そして、イッチはあれからずっと、よっちゃんのことを待っていたそうですが、結局朝まで帰ってこなかったそうです。ただ、黙って帰るわけにもいかないため、イッチは戸惑っている様子。それとは対照的に、スレミンたちは冷静で、実家で寝落ちしただけだろう、いや、実家行ってみれば、といったアドバイスを書き込んでいきます。ただ、イッチは、
今日帰ろうと思ってるのに気まずいやん、と言い、あまり乗り気ではない模様。そんな一に、スレミンたちは、そんなこと言ってる場合か、いや、タクマのことは大事じゃないのか、と問いかけ、最終的には、黙っていけよ、と、男は黙ってスタイルでカツを入れると、心に響いたのか、イッチは重い腰を上げて、よっちゃんの実家に行ってみることにするのでした。それから数十分後、イッチがすでに戻ってきたのですが、両親たちは旅館に戻ったはずだと言っていると報告したのです。すると、スレミンたちから、どこに行ったんだ、や、よっちゃん何してるんだよ、などといった声が上がり、スレナイは騒然とし始めます。しかし、イッチは、今からみんなでよっちゃんを探しに行くことになった、と書き込み、慌てた様子で、また報告する、と言って、スレを後にしました。ところが、1時間経っても、イッチが帰ってきません。これには、スレミンたちも、イッチも行方不明になったのか、いや、事件に巻き込まれているのではないか、と書き込んで、心配している様子を見せ始めます。それから数十分後、イッチがすでに戻ってきたのですが、みんなで探したけど、全然見つからない、と言いました。それに続けて、イッチは、やっぱりあの狐のおっさんが関係してるんじゃないかと思う、と言い出したのです。それを聞いて、スレミンたちは、なんでそうなるんだよ、いや、確かにそうかもな、などといった声が上がり、よっちゃんの両親が何か知ってるかもしれないぞ、といったアドバイスも書き込まれます。それを受けて、イッチは、思い切って聞いてみる、と言って、再びスレを離れていくのでした。それから数時間後、イッチがスレに現れて、結論から言うと、お祓いすることになった、と書き込みました。どうやら、与三郎は村長であり、神主もしているのだとか、それを聞いて、スレミンたちは、なんでお祓いなんだ、いや、よっちゃんは見つかったのか、などと言って、混乱し始めます。しかし、イッチは、あんまり時間がない、と言い、端的に話す、と言って、語り始めました。どうやらイッチは、あの後、よっちゃんの両親に、あの男は何者なんだ、と、尋ねたそうです。すると、与三郎は、何を見たんだ、と言って、急に真剣な表情になったのだとか、まさかそんなリアクションになるとは思わず、恐ろしくなったものの、それから自分たちが狐のおっさんを見たことを話したそうです。その途端、与三郎は青ざめ、イッチたちを連れて山の奥へと連れて行ったのだとか、それを聞いてスレミンたちは、やっぱり村長を知ってたのか、と言いつつ、何が起こってるんだよ、いや、なんで急に山に行くんだ、などと困惑している様子。こうして、イッチたちは与三郎に連れられて、到着したのは森の中にある神社で、なんとそこには倒れているよっちゃんの姿があったというのです。そして、よっちゃんに声をかけるも返事はなく、息はしていたので、気を失っている様子だったのだとか。その後、よっちゃんの母親が駆けつけてきて、そのまま車で病院に向かったそうです。すると、スレミンたちは驚き、一晩の間に何があったんだよ、いや、なんで倒れてるんだ、などと書き込んで、スレナイは騒然とします。それから、イッチたちも何が何だかわからなくて、説明を求めたものの、
与三郎からは、すべて終わったら説明すると言われたそうです。そのため、今イッチたちは与三郎の準備が終わるのを待っており、お祓いが終わったらまた報告すると言って、スレを去っていきます。その後、スレミンたちは、お祓いがうまくいくことを願いつつ、無事に終わるといいな、や、よっちゃんが心配だ、などと言いながら、イッチの報告を待つのでした。それから、数時間後、イッチがスレに戻ってきて、とんでもないことが起こった、と書き込みました。現在、イッチは、タクミと一緒に駅にいて、家に帰るところだといい、それに続けて、当然卒業旅行なんて中止だ、と言います。それを聞いて、スレナイからは、無事に帰れるんやな、や、タクマも助かったみたいでよかった、などといった安堵の声が上がりますが、よっちゃんは大丈夫なのか、と心配する声も上がります。それから、イッチは、いろいろ起こりすぎて、ワイも混乱しているから、順番に話す、と言って、語り始めます。どうやら、お祓いが終わった後、与三郎は、最寄り駅まで送る、と言い、車を走らせ、その後、車の中で、あの村について、いろいろ話してくれたそうです。というのも、イッチたちが目撃したあの狐のおっさんについて、与三郎は、確かにお面をつけてお祭りの日にお狐様役をする人はいるけど、それはお祭りの時間だけであって、それ以外で行われることはない、と話してくれたとのこと。それを受けて、スレナイからは、じゃああれは何者だったんだ、といった疑問が浮上しますが、中には、狐のコスプレをする本物のヤバいやつなのではないか、と考察する名探偵スレミンもいる模様。そして与三郎は、お祭りの前日にそんな格好をしている人はまずいないのだから、あのおっさんはお狐様なのだろう、と語っていたそうです。それを聞いて、スレミンたちは、本物を見たのか、と驚き、ある意味ラッキーじゃん、いや、本物だったから喋らなかったのか、と書き込んでいきます。その一方で、タクマが見た引っかき傷や猿グツアは何だったんだ、といった質問も書き込まれましたが、与三郎によると、昔は感染症か、何らかの病にかかった人間は、不信仰が原因だと考えられていたそうです。そして、昔の人たちは病気の知識がなかったため、他の人たちに感染しないように、猿ぐつわをかませて、処罰も含めて、母屋に格納していたり、閉じ込めたりしていたのだとか、それを聞いて、スレナイからは、あの引っかき傷も猿グツアも、お狐様の本来の姿なのか、といった声が上がり、恐怖の声も上がります。また、与三郎によると、時々そうやってお狐様の姿が見えてしまう人がいるらしく、その姿を見てしまうと、取り憑かれて亡くなってしまうのだとか、それを聞いて、あるスレミンは、じゃあなんでイッチは無事なんだよ、といった疑問を書き込みましたが、他のスレミンから、イッチたちは村の外の人間だから取り憑かれなかったのではないか、と指摘します。他にも、よっちゃんの安否を心配するスレミンも出てきましたが、与三郎は、もしかしたら、もう息子は助からないかもしれない、と告げたのだとか、それを聞いて、イッチたちがショックを受けたとき、与三郎が運転していた車が何かにぶつかったそうです。そして、その瞬間は一瞬だったものの、すごく時間が長く感じたらしく、
イッチはここで死ぬんだなと思ったらしいのですが、スレミンたちはキツネのおっさんにぶつかったってことと驚き、キツネのおっさん執念深すぎるだろうや、イッチたちを逃がしたくないためかなどと言って動揺し始めます。そこでイッチは終わったと思い、タクマと一緒に逃げ出そうとしたそうです。しかしおっさんは後部座席に向かって歩み寄ってきたのだとか、その後おっさんは扉を開けるようジェスチャーしたので、イッチが扉を恐る恐る開けてみると、早く逃げろと言ったそうです。これにはスレミンたちもイッチたちを捕らえるために来たんじゃないのか、いや、なんで逃げるんだよなどと困惑し始めます。他にもキツネのおっさんは車にぶつかっても平気なのかと、今そこじゃないだろ的な余計な心配をするスレミンもいる模様。そうは言ってもイッチたちは状況を飲み込めずにいると、おっさんは早くというので、イッチたちは反射的に車を飛び出し、おっさんについていくことにしたそうです。するとそこにはおっさんの車が止めてあり、その車に乗るように言われたのだとか。そこでイッチはためらっていると、おっさんはキツネのお面を外して、私はこの村の人間で梶原というんだと明かしたそうです。それから梶原は、あのまま連れて行かれていたら君たちは捧げ物にさせられていたんだぞと言い、詳しいことは車で説明するから早く乗ってほしいと伝えたのだとか。そこでイッチは梶原を信じることにして車に乗ったそうです。そんな展開にスレミンたちは、車に乗ったの、いや、キツネのおっさん信じて大丈夫なのかよなどと驚きます。それからイッチたちは梶原に、捧げ物になるのはどういうことなのかと尋ねると、梶原ははっきりと、生きたまま野生のキツネのもとに捧げるんだと言ったそうです。ただその犠牲者は村の人間ではなく村の外の人間を使うのだとか。そこで梶原はその伝説を守るために外の人間を用意する役割を任されたと語ります。そんな話を聞いてスレナイからは、野生の狐を崇めてるのか、いや、狐の像にお供えをするとかじゃダメなのかなどといった声が上がっていきました。それから梶原が姿を現したのは、イッチたちを脅かすためだったそうです。どうやら村人たちは、イッチたちをターゲットにしていたのですが、梶原は、こんな若い子たちが犠牲になっていいわけない、と反対してくれていたのだとか。しかし、その意見は通らず、実行することになってしまったそうです。そこで、どうにかして助ける方法を探るために、梶原は狐のお面と猿グツワをして伝えようとしてくれたと語ります。そして人が少なくなる瞬間を見計らって待ち伏せし、車にぶつかってきたのだとか。それを聞いてスレナイからは、そこまでして助けようとしてくれたのかといった驚きの声や、梶原さん成人すぎるだろうといった称賛の声が上がります。それから結局傷は何だったんだといった質問が書き込まれましたが、イッチは実際には傷はなかったと言い、あれはビビらすためにやっていたらしいと答えました。その後イッチとタクマは無事に駅にたどり着いたのですが、よっちゃんが心配になったそうです。そこでイッチは、よっちゃんも無事だといいんだけど、とつぶやいたところ、梶原さんから告げられたのは、よっちゃんもグルだった、
という事実だったのだとか。それを聞いてスレミンたちは、よっちゃんがどうしてや倒れてたんだろうなどと言い、スレナイは騒然とし始めました。どうやら梶原によると、イッチたちを連れてくることを村の人たちに告げたのはよっちゃんだったのだとか。それを聞いてイッチは最初から仕組まれていたことに驚くとともに、入学した時からの友達だと思ってたためショックを受けたそうです。それに対しスレナイからは、どうして友達を売るようなことができるんだといった怒りの声が上がります。他にも、イッチとタクマとの友情は嘘だったのかと疑問を書き込むスレミンもいて、両親と仲が悪かったという話も警戒を解くための嘘なのかもといった考察もある様子。それからイッチは、友達ってなんだろうなとスレミンたちに問いかけ、タクマがいたことは唯一の救いだったと胸の内を明かします。こうして報告を終えたイッチは、みんなも気をつけろよと言ってスレを去っていくのでした。それから数日後、怪しい村から一緒に帰還した友達と連絡がつかなくなったんだがというタイトルのスレが立てられると、イッチは昨日からタクマから連絡が取れなくなったと明かします。それに対しスレナイからは、イッチが無能すぎて嫌われただけだろういや失言でもしたんじゃないかといったコメントが書き込まれていきます。ただイッチによると、あの事件からタクマとはよっちゃんに裏切られた悔しさを語り合ったり励ましたりしていたらしく、イッチは突然嫌われたとかそんな理由じゃないと思うと言います。するとスレナイから、最後に連絡を取ったのはいつだといった質問が書き込まれ、イッチは昨晩電話をしたのが最後だったと明かしました。どうやらタクマはお祭りに行ったらしく、そこであの村で見たお面をかぶっている人がいてビビったことを話していたそうです。ただそうは言いつつも笑っていたため、イッチは冗談なのかもしれないと言い、その後家のチャイムが鳴ってそこで電話を切ったと明かします。それを聞いてスレナイからは、誰かに連れ去られたんじゃないかといった恐ろしい考察も書き込まれましたが、もう終わったことだし家までわからないだろういや、ただ寝てるだけだなどといった楽観視する見解も書き込まれていきました。こうしてざわつき始めたスレですが、ここでイッチが誰か来たと言ってスレを去ってしまったのです。そんな展開にスレナイは、もしかしてイッチのところにもといった戸惑いの声が上がり、よっちゃんと友達だったら家なんて知っているだろういや、キツネの伝説は全部本当だったのかといった絶望的なコメントとともに、このスレは終了するのでした。親友だと思ってた人に裏切られるという恐ろしいお話でした。まあ友達がいないぼっちの視聴者はある意味安心ですね。次の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説。そこに書かれていたのは完全犯罪を予言した殺害予告だった。